人生の中でもう食が本当に一番大事っていうぐらい食べるのが大好きなので、あの美味しそうに食べるねってよく、はい、周りから言われてたので、こんなに食べるだけの CM をやらせていただけてすごく幸せな時間でしたね。コンテを見た時にこれ私今日何回食べるんだろうお肉をと思いながら、で山盛りのご飯、はい、なんか物語とかで出てきそうなこういう漫画盛りみたいなご飯とか、でも本当に焼きたてのお肉を食べさせていただいて、うん、とにかく美味しかったなっていう印象です。まあ韓国フェアということで、牛角のね美味しさを少しでも皆さんにたくさんお伝えできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お話伺っていきますが、橋本さん高校生の時に、はい、こう断るごとに牛角に行っていたって伺ったんですけど、うん、そうですね、高校福岡で通ってたんですけど、はい、結構行ってました、同級生とかと。そうですか。はい、まあお家の近くもあるっていうのもそうですし、友達がバイトしてて、でその子がもう今でもずっと仲いい友達なんですけど、その子がバイトして牛角で店内で、はい喜んでって言うんですそれの声を聞くためにことあるごとに注文していっぱいお肉を食べてましただからまずすぐ報告してその友達にも、あ、びっくりしてました、まさか、え、牛角のCM みたいなすごい喜んでくれてましたね、大変ちょっとお肉ではなくて申し訳ないんですけど、いやお肉ももちろんすごい食べてたんですけど、毎回頼んでたのがさつまいものお札バターみたいな、はいはい、そのなんていうんですか、七輪の上でバターを溶かしてお芋を焼いて、その溶かしたバターに食べるっていう、つけて食べるっていうのをカロリーが爆発してるようなものを高校生の時すごい好きで食べてましたね。いいですね。あとやっぱり王道で牛角カルビは毎回頼んで食べてました。いや私双子の兄がいて、で一番上の兄もいて、まあ男兄弟にと一緒に育ってきたので、やっぱり自分の分は早めに確保しとかないと取られてしまうという戦場みたいなところはありましたね。だから焼肉とか行っても、まあお母さんとかお父さんが焼いてくれて、もう出来たてをこれ私のみたいなみんなこれ俺が育てたやつみたいな、これ私が育てたやつみたいな感じで張り合ってました。張りますね。もう自分のすごい前で焼くとか、そうですね、あとタレがいっぱいついてるやつが私食べたりとかそういう細かいいざこざ、いざこざっていうかはい、取り合いみたいなのはありました。楽しい時間ですよね、それも含めてね。そうです ね、家族みんなでご飯を食べるのがまあ毎日なので、うん、はい、でもなかなかこうお出かけして外食っていうのもそんなに、なんていうのかな、回数何回も行けないので、例えば誕生日は焼き肉とか、はい、そういうなんかこうすごく思い出深いことが多いですね。あまり辛すぎるものは得意ではないんですけど、すごくなんだろうな、やっぱり韓国ならではの、まあ、タッカルビとかもそうですけど、サムギョプサルとか、うん、まあ、流行ってるというか結構好きな子多いじゃないですか。だから私もよく韓国料理を友達と食べに行くことが多いので、すごく嬉しいですね、楽しみだなと思って、うん、そうですね、お話を伺ってて韓国フェアのでこういうのを見て、はい、やっぱりその味のこだわりもそうですし、インスタ映えよりもっておっしゃってますけど、はい、めちゃくちゃインスタ映えしそうだなっていう感じもしてて、その現地の本場の味というか雰囲気もすごく伝わってくるなって感じがします。まさにそうですよね。だからそうですね、インスタ映えよりもというか、インスタ映えと美味しさ、でも味にもしっかりこだわってると。へえ、今日は昨日から始まって、はい、ね、このイベントもあるって聞いてたので、はい、まあ、絶対ここで食べれるだろうなってちょっともう本当に申し訳ないですけど正直食べに来ました。はい、はい、ビンゴです。紹介してます。やったー。
サムギョプサルですか。はい、そうです。今日はめちゃくちゃ嬉しい。もうこのね、あの、はい、韓国フェアの中でも一押しの夢のサムギョプサルをご用意いたしました、はい、もう香りが、いやもうここに運ばれてきたと考えたら香りがすごくてですね、ちょっとお腹が鳴ってたので嬉しい。いいですか、いただいても、はい、どうぞ。じゃあいただきます。はい、もうサムギョプサルは本当みんな大好きサムギョプサルですけれども、今回牛角では国産のブランド豚を使用してるっていうことは、これ多分ね、油の美味しさとかもあるんじゃないかなってちょっと私期待してるんですよね。美味しそうな顔してやっちゃいますね。めちゃくちゃ美味しいです。うん、国産のブランドの豚、ブランド豚、うん、油が全然くどくなくて、すっごいでも甘みがありますね。ね、美味しい。なんか本当に本場のサムギョプサルを食べてるような感覚があります。この豚肉美味しい。いや本当に美味しいです。激うまです。ありがとうございます。激うまいただきました。いやでもあの、ぜひとも私もメニュー開発に参加したいです。おお、あの試食係として。これは今みんなざわめきましたよ。じゃないか、ざわざわざわっと。そうですね、あの参加できたら嬉しいです。お、私も一緒に開発しちゃったりなんか勝手に言ってます。勝手に言ってます。なんか最後に下ペロみたいなするやつあるじゃないですか。あれもなんかどういう感じでやったらいいかなっていう風に監督と相談して、なんかついつい美味しすぎてそれをガツガツ食べてる私をちょっとなんかこう、なんていうのかな、客観視して、あ、誰かに見られてたてへみたいなテンション感でやったんですけど、なんか結構ノリノリで、はい、監督と言い合いながらやってました。皆さんに美味しさがあの伝わってたらいいなと、牛角行きたいって、牛角行っちゃうっていう気持ちになってくれたら嬉しいなと思っています。あの本当に夏ずっと暑くてですね、あのこのままずっと暑いのかと思ったらいきなり寒くなって、あの体調が崩されたりとか、すごくまあ季節の変わり目で皆さんあの寒いなって感じてる方もいらっしゃると思うんですけど、元気にいっぱいよく食べてよく寝てということで、本当にスタミナがつくので、あの皆さんにですね、韓国フェアでいっぱい食べて、サムギョプサルもそうですけど、プデチゲとかすごく、まあ、やっぱり体が温まるものがね、韓国料理には多いと思うので、そちらを食べて元気に過ごしていただけたらなと思います。本当に本日は牛角イベントに足をお運びいただきありがとうございます。ありがとうございます。牛角 CM キャラクター橋本環奈さんでした。ありがとうございました。